数回にわたってお送りした古代ローマ水道編で、その技術力の高さを思い知らされたわけですが、水道の建設自体は決して生易しいものではありませんでした。その中で最も困難を極めたのが、あのポン・デュ・ガールの水道橋で有名なニーム水道でした。本日は苦難の連続であったニーム水道の建築のドラマを紹介していこうと思います。水道計画。2000年の昔、世界最強の帝国となったローマは、領土内に多くの都市を築き、水道を完備していきました。ローマの水による権力支配は、これまでに味わったことのない快適さをもたらし、反乱や暴動を避けることにもつながりました。そんな中、ガリア地方のニームという町は急速に発展し、一気に6万人を抱える都市となったため、深刻な水不足に陥っていました。それまで使われていた井戸水だけでは十分ではなく、近くの泉や沼の水も飲料には向いていませんでした。また町から5キロ先にガルドン川という川があったのですが、その流れは激しすぎて取水することができなかったのです。この問題にローマ当局は現地に調査員を派遣させ、ニーム周辺に水の豊かな地域がないかどうか徹底的に聞き込み調査を行わせましたが、残念ながら何も見つからず、ならば範囲を拡大して探してみようと調査をし直させたところ、ニームから21キロ先のウゼスという場所で豊かな水源を見つけることができました。ユゼスの水源からニームの町まで21キロの最短距離で水道が引ければよいのですが、その間には両岸が崖のように険しいガルドン川や、屏風のように切り立つ山が立ちはだかっていたため、もしここに水道を引くとなると、数多くの橋や何十キロにも及ぶトンネルが必要で、難所での密林栽培を必要とするこの経路は無理があるように思われました。そこでローマ当局は、帝国内で最も優秀なエンジニアを集めさせ、最適な水道経路とその建築方法を検討させることにしました。集められたエンジニアたちは、できるだけ平地を探し出し、目星をつけた場所を伐採し、測量を始めていきました。あらゆる測量機の中で、当時最も優れていたのが、ジオプターと呼ばれる機械で、ある地点から周辺の山や谷までの距離や高さを三角法を用いて割り出していく。これにより正確な地形図が作成できたおかげで、新たな水道経路が導き出されました。想定された道程上に障害が見つかると、次々に別ルート案が持ち出され、最良と思われる水道経路図が完成しましたが、その道のりは当初の予定をはるかに超えた50キロという長いものでした。最短ルートでの問題は回避できたものの、エンジニアたちは新たに浮上する問題に次々に立ち向かっていかねばなりませんでした。勾配の問題。この水道の建築で最も懸念されたのが勾配の問題でした。ユゼスの水源は標高71メートル、一方ニームの町の貯水地点は59メートルで、その差はたったの12メートル。傾斜が緩すぎると水流が停滞し、導水管に沈殿物が蓄積するし、逆に傾斜が急すぎると、導水管の壁面を浸食する恐れがあったため、ここでは必要に応じて1キロにつき10センチから50センチの傾斜を設けていくことになったのです。前途多難な幕開けとなりましたが、エンジニアの最終案が認められ、ついに水道工事が始まるのでした。地中の導水路。50キロの道程の大半を占める地
中の導水路では、まず掘り起こした床面に大きめの石ころを敷き詰め、セメントで固めていきます。続いて両サイドに木枠をはめ、石のブロックを積み上げ、モルタルで固めていきます。天井は崩壊することがないよう、アーチ構造を用い、石板で蓋をしていきます。また壁から水漏れしないよう、壁面に防水加工を施し、最後に土をかけて固めていきます。また増水により水が溢れたり、導水路が破壊したりしないよう、途中に樋門が設置され、別の水路へ余剰水を逃すという画期的なシステムが設けられていました。トンネル工事。50キロの道のりには険しい山が3つあり、10キロに及ぶ大規模なトンネルを掘る必要がありました。まず最初にどの地点にトンネルを通過させるかを決め、30メートルおきに6メートル前後の縦坑を掘っていきます。そしてその上から鉛の重りがついた長い紐をぶら下げて、その距離や傾斜角度を確認していきます。そして各チームが両方向にトンネルを掘っていって貫通させていくのですが、正確な傾斜で掘られているかどうか水準器を使って確認し、もし傾斜が足らなければさらに地面を掘っていきます。しかしそれらの作業は必ずしも計画通りに行くとは限りませんでした。時には間違った方向に掘り進んでしまうこともあったため、気がついた時点ですぐさま工事を一旦中断し、進路を改め掘り直していくのでした。13の水道橋。全長50キロの道程には険しい渓谷が13もあり、通常高低差の激しい谷間では逆裁縫方式を用いた橋を架けていくのですが、今度はなんと導水管に使われる鉛が不足していたため、逆裁縫方式を用いることができなかったのです。結局のところ、鉛管を必要としない水道橋を建設するしかありませんでした。最難関のポン・デュ・ガール。ニーム水道で最も困難を極めたのが、ガルドン川にまたがる水道橋の建築でした。谷底からの高さが49メートル、幅が360メートルという、これだけスケールの大きな渓谷に、逆裁縫方式を使わずに架けた橋は、これまでに前例がなかったため、それは当時のエンジニアにとって、新たな挑戦の始まりとなりました。水道橋の石材。水道橋建設用の石材は現地で入手できればいいのですが、建設予定地付近の岩盤は硬すぎて向いていなかったため、まずは石材を探すところから始まりました。運よく現場から700メートル先に最適な岩山が見つかったので、そこから9万1000立方メートル、例えるならオリンピック競技用のプール36個分に相当する石が切り出されました。切り出す石の大きさはおおよそ1メートル四方。先端が二股になったツルハシで溝を掘っていきます。一方、底辺部分には複数の穴を開け、その穴に鉄のつっかい棒を打ち込んでいくと、ある瞬間音が急に変わり、すべてが同じ音になったら石が割れた証拠。こうして切り出された石は川岸まで転がされ、そこからイカダを使って建築現場に運ばれていきました。現地にたどり着いた石材は規格サイズに合わせて加工され、そしてそれらを隙間なく積み上げていくのでした。高所部分には移動式のクレーンを使って石を持ち上げていきます。またこれだけ高層の橋が崩壊することなく支えられているのはアーチ構造のおかげです。
四方向を用いたアーチ構造や当時のクレーンについては古代ローマ水道の動画の中で解説しています。こうしてモルタルを使うことなく築かれた52のアーチで高さ49メートルに及ぶ巨大な橋が完成しました。橋の最上部には導水路が設置され、高さ 1.8 メートルの作業しやすい水路の壁面には防水処理が施されていました。1秒につき400リットルの流速を可能にしたこの水道橋から、当時建設に携わった人々の本気度が伝わってきます。水漏れ。さまざまな難関を突破し完成した任務水道でしたが、後に水漏れしていることが発覚しました。その原因はなんと床面の一部に防水加工が施されていなかったことにあるのです。しかし時すでに遅し、今さら水をせき止めて防水処理するわけにもいかず、結局石材が水を含んで崩壊の恐れのあるアーチの下などに石を積み上げ応急措置がなされました。町への給水。任務水道の終点であり町への給水支点でもある貯水槽カステルマ・クワエでは、水源地から50キロの旅を経てたどり着いた水がこの120センチ四方の穴から流れ込んでいました。円形の貯水槽にはたくさんの水道管が設置されており、まず縦向きの3本の管から余剰水が流れ出し、道路やトイレ、排水口を清掃するのに使われていました。一方、円形の壁に開いた穴には10本の管が取り付けられており、その流れは公衆浴場、公共の水汲み場、そして富裕層邸宅のドームスへと給水され、ニームの町を潤していったのです。時のエンジニアが飽くなき戦いを続け、当時の最先端テクノロジーを駆使し15年かけて完成させたニーム水道。その象徴であるポン・デュ・ガールは2000年経った今なお我々を魅了し続けています。それではまた。チャオグラッツェ。